それでは頸椎の実践主義に入っていきましょう。患者さんを仰向けに寝ていただきまして、施術する人間は首のところの触れるように頭側に座ります。この場合、先ほど説明しました通り横突起を施術しますので、一度横を向いていただけますか。はい。まず棘突起を触りまして、その棘突起から指 1,2 本分外、この辺りの部分を主に触っていく形になります。まず施術前のテストですけれども、患者さんの首を下から持ち上げる形で触っていきます。持ち上げるときに指を大きく広げて全体を触る形にすると、頸椎のしなりの中に硬い部分が見つかることがあります。その部分が頸椎の関節が癒着している部分です。このように患者さんの首の上下に手を当てまして、ぐっと左右の筋肉に逆方向のテンションをかけます。このテンションをかけた状態で首を回していただくことによって、筋肉の緊張が比較的早く取れます。肩甲骨と上腕骨というのは本来連動して動くものですね。上腕骨が動けば肩甲骨も動く。このリズムをあえて崩してやる形で癒着を取っていくのが肩甲骨と上腕骨の作動法です。本来でしたら腕が上がるはずのところですが、腕を上げないまま肩甲骨だけを上げてやります。この場合肩甲骨自体も外へ回っています。この状態になってから上腕骨を上げる。で、今度は上腕骨の上がりを保った、つまり肩甲骨を外側に回したまま下げてやる。そして腕を戻す。これを繰り返します。上げて、腕を上げて、戻す。本来連動するべきものが連動しないで別の動きをする。肩関節というのは上腕骨から肩甲骨についている筋肉のほか、直接体幹部に向かっている筋肉もありますので、そういった筋肉の間で起こるズレ、これによって癒着が取れていくわけです。今のが上下の動きでしたけれども、今度は前後の動きももちろんできます。